はい、どうもこんにちは、ゆうちゃんパパでございます。 KOF98UMOL 本日もやっていきましょう。本日はですね、運営さんがね、このアプリのね、公式サイトでね、ちょっとイオリのね、能力解説っていうのがね、ちょっとありましてですね、年始ね、バタバタでね、あんま見れてなくてですね、ちょっとポチッとしたらね、そこにねまたおすすめパーティーが載ってるということなんですけどね、こちらなんですけど、前もね、いろいろこう固定してるようなメンバーだったらね、やっぱりもうなんかこう柔軟性とかね、結構こう個性あふれるっていうのがないからね、いやちょっとそういうのされるとちょっと困るなみたいな話をしてたら、まあ運営さんそれ見てるんか見てへんかちょっと知らないですけどね、まあ、結構他の方も言われてたんですけど、なんかこう数増やして、こんな感じでね、まあちょっと前衛と後列に両方でもいけますよみたいな感じで、なんかちょっとちゃうやん別に、ね、なんかちょっとだけこうバリエーション増えましたよみたいな感じでね、ちょっとやってきてるんですけど、いやそういうことじゃなくてね、いやそんな感じでおすすめっていう感じすると、ちょっとここに乗ってへんキャラが、いや私ドライなんね、俺ドライなんねみたいな感じになるから、こういうのやめようって言ってんねやけどね、これいやそういうなんか1人増やした2人増やしたとかそういうのじゃないね。皆さんわかるかな。もうあれやな、1個言ったら1個しかできへんやつやな、これもうなんか先読みとかできへんのかな、これわからんかこれ言うて、あっはーっていう感じやからね、もうそんなんするとね、ちょっと前のキャラとか育てる気にならへんからね、ちょっとこういうのちょっとほんまやめてほしいなとか思いながらね、能力解説とかまあまだいいとしてね、何勝手におすすめパーティーしとんねん、こんにゃろうとか思いながらね。それでですね、今日はね、そのおすすめパーティーをね、使ってらっしゃる方とですね、ちょっとバトルをね、させてもらおうかなと思いまして、このね、11サーバーのね、ピロディさんね、マリー、行きまーすとか言って、アテナ行きますみたいな感じで、ね、言ってきましたけれども、ピロディさんね、戦わせてもらおうかなと思うんですけれども、ピロディさんね、もともとね、私と同じメンバー使ってらっしゃったんですけれども、まあ、イオリね、入れられて、で、マイをね、ダイモンに変えられてると。いうことでね、運営おすすめパーティーをね、早速使ってらっしゃるということでございましてですね。で、まあ、イオリがね、いることによってね、ダイモンが一発目にね、スキル全体攻撃でどんどん打ってくるんで、イオリとね、ダイモンのコンビがやっぱね、結構脅威かなというふうに思ってるんでね、まあ、ちょっと私もね、イオリのね、武器来たらね、まあ、ダイモンをね、まあ、入れてもいいかなというふうには思ったりはしてるんですけれどもね。まあ、それあたりね、ちょっとまあ、SMAX の状況であったりとか、マリーの SMAX も見えてますし、まあ、はたまたね、今月末のね、キャラがどんなんかっていうのもちょっとね、また違ってくるかなとは思うんですけれどもね。まあ、それによってちょっとまたね、変えていこうかなとは思ってはいるんですけれどもね。まあ、今日はね、運営推奨パーティー、おすすめパーティーね、ダイモン、イオリ入りのね、ピロディさんと戦っていこうかなと思います。それでは、ゆうちゃんパパ VS ピロディさん、レディー、泣け、叫べ、そして、チネー。はい、さあ、本年ね、2022年ね、初めてのサバフレードバトル、さあ、運営推奨パーティーでね、ピロディさんに挑みます。さあ、ケイオサイド、もう前をね、外されてる感じでね、ちょっとダイモン使われてる感じなんですけどね、イオリとね、ダイモンがね、まあ、いい働きしてくるんですよね、これがね。さあ、ブレイクブロー打たれて、さあ、泣け叫べ打たれて、そしてしねまあ、ぼっちぼっちの火力かな。さあ、フィニッシュ打たれて、さあ、反撃。さあ、地獄極楽落とし、めまいをしていく。1打目ね、まあ、スキル全員出てる感じかな。ああ、踏ん張り1回ぐらい使ったかな。さあ、バラカンパンチ。さあ、イーヤサンス。ウヨチーパー。さあ、去年お世話になりました。マージャン、イーヤサンス。さあ、ケイヨサイド。さあ、きらめきの嵐打って、これ反撃くるかな。反撃くるね。あ、じゃあそっちか。そっちの、あ、お前、そうだね。お前も反撃来て。めまいしていく。さあ、ケイヨサイド。マリーに向かって。さあ、ダメージカットかな。ブレイクブロー打って、さあ反撃、もろき姫は入らない。さあ、勇気長屋打って、もうね、ゲーニッツの攻撃がね、なかなかね、もう長く食らわないね。さあ、1ターン目のね、前はね、まあまあそこそこのダメージ。さあ、スプラッシュローズ、フィニッシュ、スプラッシュローズ。スキル出てるが、エリザベートがめまいしてる。さあ、LR アテナ SD できて、さあ、ケイオサイド、ここは盾があるよね。ないんかこれ、見えへんな。さあ、きらめきの嵐打たれて、盾あるよね。
見えません。さあ反撃して、ブレイクブラウン、反撃して、よし、マグロゲーム入ってるね、イギリスに。いいぞいいぞ。さあユリ、これ一列歩行機の方やね。さあ暗黒地獄、暗黒じゃ、暗黒地獄はあっちの方や。反撃して、よし、イオリにマグロゲーム入れたぞ。よし、お、これで高所高台。さあデュオロの SP、 最近デュオロね入れたんですけどね、まだ全然育ってないんですけどね、とりあえずちょっと入れてる感じでございまして、反撃して、さあ、あれ、あ、マリン取ってたか。あー、こっちもいい感じで攻守交代入ったな。さあ、ゲイオサイドはこれはモノゲイマンが入っていて、反撃して、さあ、ブレイク、ホワイトブロー、うるさい、いいですね、反撃。さあ、これデスの方ね、さあ、反撃していって、さあ、Smax じゃない、マックス、エスパショーズ。さあ、ナオルブラウって撃たれてか。さあ、地獄が小屋今年、これは、大丈夫。あかん、踏ん張り使うか。あ、使えそう、うわ、使ったな。さあ、反撃していて、ダイモン強いな、やっぱり。うお、なやこれ。反撃の嵐やね、これ。さあ、バルカンパンチ撃って、これやっぱあれやね、イオリと、イオリが、ね、いると1ターン目からね、全体攻撃になってくるからね、スキルがね、やっぱこの2人が強いから、これ武器来たらさらにね、共有できたものになっていくかなという感じしますけどね。さあ、反撃食らわされて、モノゲーム入っていく。さあ、ブレイク、ブロー。さあ、弓木長い打って、エース倒せない。さあ、まあいい、いいぞ、火力は結構取っていく、やっぱり。さあ、反撃じゃないや、スプラッシュローズ打って、ほらほらほら、モノゲーム入った。マリーもね、ちょっとカウンター向こうとね、ちょっとまあまあ今後のね、啓蒙に行きたいかなっていう感じなんですけどね。ちょっとマイちゃんがね、ちょっとダイモンちゃんに押されてる感じはしますけどね。さあ、ケイオサイド打たれて、さあ、ここはモノゲーム、さあ、ノーブルブラウンって、もう一発で踏ん張り持ってかれた。さあ、ケイオサイド、ゴッドプロジェクト。さあ、スプラッシュローズ。さあ、ゴッドプロジェクトで、ここはダメージカット、ダメージカットもらえる。さあ、地獄極楽落とし、ここもダメージカット。必殺類、スキルが来ないからね、ダイモンのね、スキル来るでー、スキルが、あれ、反撃してスキル来るでー、スキルが、あれ、スキル大変だった。だから、スキルの発動率弱いよね、ダイモンね。そこでね、出るか出えへんかでもう全然ね、攻撃戦況にこう左右されるからね。さあ、ゴッドプロジェクトでマリーを、踏ん張り使わせていって、さあ、反撃食らわされて、さあ、Xbox ノーブルブラウン、まだユーリ1回も倒してないかな、倒してないっぽいね。さあ、ゴッドプロジェクトでダイモン、あー、そこ行ったら反撃食うかな。反撃、あ、違う違う、え、そうやね、これが強い、これが強いんよ。さあ、ホワイトブロー、さあ、追撃、あー、これガード出てるね、特殊ガード出ている。さあ、いびき長代で、もうゲーム、よし、舞ちゃんで倒せるか、よし、後半の舞ちゃんの火力はね、やっぱ素晴らしいものがあるからね。さあ、反撃くださいで、さあ、Smax ちゃうね、スプラッシュローズって、あー、スキルマン入ってる、そう、こんにゃろうめ。さあ、復活されて、さあ、バルカンパンチ、ゴッドプロジェクトでマイちゃんに行くと盾がまだあるね、盾はまだある、盾破壊されるとね、あれがよね。さあ、ノブブラン、あー、そこでもね、一回殴られる感じになるよね。あー、なんか凍結したぞ。さあ、ゴッドプロジェクト、めっちゃマイちゃんに攻撃する、やめろ、マイちゃんに攻撃されたらあかんねん、そんなに盾がなくなるだろう。ブレイクブロー打たれて、さあ、これ単体砲、これね、ダメ、武器ないからね、ダメージカット無視しないよね。さあ、Smax、あー、でもやられたな、マリオーズやられた。あー、なんで俺と、マイちゃんなんで飛んでくんの、まだ盾あるね、まだ盾がある、ただスキルが怖いよ、スキルが怖い、うわー、めっちゃ怖い、あれ、エリザ死んだ、おー、エリザもあれか、やられてたんか、5ターンか、ちょっと最近ベティもね、っていう感じになってきてるんでね、ベティを外してもいいかなとか 思ったりね、もうちょっと火力が上がってきて、ね、短期決戦になっていくとね、それもちょっと考えたりはしてるんですけどね。さあ、勇気長い打たれて、打って、さあ、
反撃食らってロットプロジェクト、うん、いいよりにセダメージカット、セダメージカットね、うん、さあカゲロウの前高火力グッズ、うわ反撃、ただまだあるね、盾がある、さあスプラッシュ、うん、でマイちゃんがちょっとだけ回復して、あんま回復せへんな、これ回復そうか、あれやばい、マイちゃんが全然回復してんぞ、ただ盾はあるんや、あーゴッドプロジェクト打った、あーやばいうん日本一、うん反撃して、うんでももうちょっとあれか、ゴッドプロジェクトゴッドプロジェクトで、でも前衛がもうおらんからね、さあブレイク、うわーさあ、ちょっともうなんかようわからんさあ、うん、なにこれ、いっぱい撃たれてるねえ、よかった、ああああああ、ただまだ盾がある、あー、待って、盾まだあるぞ、うん、まだ盾があるんだよ、盾があるんだよ、あれ、マリもやられた、まずい、さあ、ゴッドプロジェクト、こにょこにょこにょ、よっしゃ、これで息吹長屋撃って、うん、マリ、あ、マリが溜まってるね、さあ、追撃、栄養スタイルじゃなくて、もうようわからん、ゴッドプロジェクト、うん、さあ、いいや、サンス、ウーロチーパー、国士無双、13面待ち、さあ、カゲロウの舞、あれ、カウンターめっちゃ食らった、あれ、死んだ、あら、カゲロウの舞めっちゃ食らったぞ、カウンターで、うわ、マジかよ、これ、あかんな、これ、やばいな、これ、ちょっと、いろいろ、ダイモンが強いな。イオリダイモンのコンビがちょっときついね、うん、なるほど、なかなかのパターンやなこれ、さあゴッドプロジェクト打たれて、うん、また踏ん張りが2回残ってる、死にぎが、うん、叫べ叫べ、そして死なない、死にません、ゴッドプロジェクト打たれて、これで踏ん張り使わされて、まだまだ、スプラッシュローズ、スプラッシュローズ、さあ地獄極楽ドーン、まだまだ待て待て、まだまだ待て待て、あーやられた、うやられた一気に畳みかけられた、はいやられてしまう、強すぎる、いやー強いですね、運営おすすめパーティーね、うん、おすすめパーティーというよりね、もうダイモンとイオリのコンビがやばいですねいやーまあ反撃の時にね、マイが結構やられていくっていうような感じでね、ちょっとマイちゃんがちょっとね、うん、完全体になってもちょっとなかなかこう次必殺打つまでにね、やられたりするんで、ちょっと舞ちゃんにねちょっと黄色信号が出てるんかなというふうにちょっと思ったりはしてるんですけれどもね、いやーただ舞ちゃんねせっかく育てたのにと思いながらね、まあね、舞ちゃんが一番好きなわけじゃないんで、まあマリーがね一番ね好きなキャラクターなんでね、ちょっとマリーをねちょっと今後輝かしてほしいなというふうには思ってはいますんでね、まあ、マリーをね、ちょっとやってもらって、まあまあ、ダイモンもね、Xbox 見えてますし、まあ、いよいよね、武器どうなるかっていう感じなんですけどもね。まあまあ、分かったのはね、まあ、いよりの武器が来たらね、さらにダイモンがめちゃくちゃ輝け、さらに神々さらにダイモンがね、輝けるかなというような感じでございますのでね、さあ、まあ、武器をね、楽しみにしたいなというところでございますけれどもね。まあ、武器来たらね、もちろんね、私もね、いよいよね、取っていくんですけれども、使っていくんですけれどもね、またちょっとね、ダイモンとのバトルもまたね、確認していこうかなというふうに思っております。はい、本日の動画は以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、よろしくお願いいたします。どうも、ありがとうございました。バイバーイ。